森の仲間たちと魔法の花園。ある晴れた日のこと、森の奥に住む小鹿のルーシーは新しい冒険を求めて森を散策していました。ルーシーは好奇心旺盛で、いつも何か新しいものを見つけるのが大好きです。この日、ルーシーはいつもの道を外れ、普段行かない場所へと足を進めていました。すると、彼女は見たこともないほど美しい花が咲き乱れる小さな庭園を見つけました。花々は色とりどりで、風に揺れるたびに優しい香りを放っています。ルーシーがその庭園を歩いていると、花の間からひょっこりと顔を出したのは、可愛らしいウサギのピーターでした。こんにちは、僕はピーター、この花園は初めて見るけど、とっても素敵だね、とピーターが話しかけてきました。ルーシーは驚きましたが、すぐに笑顔になり、こんにちはピーター、私はルーシーよ、この森にこんな場所があるなんて知らなかったわ、と答えました。二人が花園を探検していると、今度はフクロウのウィズが木の上から声をかけてきました。ようこそ魔法の花園へ。この庭園には特別な力が宿っているんだ。ウィズの説明によると、この花園の花は動物たちの心を癒し、友情を深める力を持っているとのこと。ルーシーとピーターはその話を聞いて感激し、この素晴らしい場所をみんなにも見せてあげたいね、と話し合いました。その日のうちに、ルーシーとピーターは森の仲間たちを集めて、魔法の花園に案内しました。リスのティミーやハリネズミのハリー、そして小鳥のサラもやってきて、みんなで花園の美しさを楽しみました。動物たちは花の香りを楽しみながら、互いに優しく語り合い、そして新しい友情を深めました。この庭園で過ごす時間は、彼らにとってとても特別なものとなりました。それ以来、ルーシーたちは何か困ったことがあったり、ちょっと元気がない時には、魔法の花園に行くようになりました。そこで過ごす時間は彼らの心を癒し、絆を強める力となっていきました。そして森の仲間たちの友情の物語はいつまでも語り継がれることとなったのです。